分かることがすごく重要なんです、ね、だってあの、ね、夜になるとね、まあ、たまにはね、おい、最後いっぱい、ね、ビール飲めってね、ビール飲ませてもらったり、で、今日は俺がね、ステーキ焼いてるからですね。中野先生、ステーキ焼いてくださるんですよ、ね。自分でステーキ焼いて、そう食べろって言ってね。それも僕だけじゃなくて、早稲田の学生が来たら、ね、30人分自分でこう、ステーキやるんですよ。私のお商売に預かったことでしょ一度、はい。そう。あの、もう記者もみんな全員あの、ステーキをみんな焼いてね。はい、そう。最後にいくらかけてくれ。そういう意味では、そのステーキっていうのは、はい、また良質なタンパク質を取るっていう意味では、まあ、毎日がステーキだったわけじゃないでしょう、結構なんか食事についてはあ、これは ね、そう、あの学生の時からセコな一番になるんだったら食べることも、ね、一番いいもの食べなさいって言われて、ね、で若い時は特に、ね、やっぱりこう筋肉つけなきゃいけないから良質なあの牛肉を食べなさいって言われて、そうでよくね、もう週に3回はステーキでしたね。すごい。そう、大体6日はあの、牛肉が出てました。すき焼き食べたり。そうだって牛肉って一番その良質なんですよ、タンパク質としてはね。そうなんですね。牛肉もいいしね。でうちのね、まあ田舎がね、まあ三重県で。ま、松坂じゃないです。松坂というかね。近いから松坂、松坂にでしょ。そう。親もね、うん、ね、先生から言われたんですよね。世界一の牛肉を食わしてくれって。でもすごいですよ。グラム3000円ぐらいなんですよ。あの、和紙でくるまれていますから、ね。はい。高いやつは、そう、そういうの食べてました。こんなに今の感じと現役の頃が違う方って私、見たことがないですよ。要するにどういうことかっていうと、はい、皆さんおっしゃるんだけど瀬古さんってすごく今面白い方ですよねってあんなユーモアがあって で私はだけど現役の頃は全然そのかけらも感じさせないというかね、これね見てください、あの84年の前あこれ記者会見だ、七重ちゃんだ、あおおなんか痩せてるなおい。なんか俺じゃないみたいだな、これもうね、本当にこう、もう、毎回記者会見をやるんだけど、うん、もういつももう、50人から100人ぐらい来るんですよ、なんか嫌そうな顔してますよね。っていうか、まあ、めんどくさいじゃめんどくさいですよね。喋っちゃいけないって言われたの、中村監督に。喋ったら。そう、あの、喋ると、ね、総兄弟に、まあ、ライバルが総兄弟だったんで、お前の性格分かったらね、舐められるから。うん、お前関西人だし、まあ、三重県ですよ、ね、面白いこと言うから、ね、それを喋るの総兄弟に不気味だと思わさなさいって言われて、まあ、喋んないと不気味と思うみたいよ、相手は。それそうですよ、ね、で何考えてるか分かんないと思う。あ、じゃああの頃からキャラクターとしては圧倒的に、そのこういうギャグ言ったりとか、うん、まあ、中村監督の前ではギャグ言わないけど見抜いてたわけね、青春同士ではギャグ言ってますよ。ギャム大好きですから。その頃から。僕だってあのマラソン選手でなかったらさ、俺吉本新喜劇のさ座長をやろうと思ってた。岡八郎とかさ花木京とか、あ、いいなと思いながらいつも僕テレビ見てました。ああいう風になりたいなと思って。そう、人を笑わすとさなんか幸せになるじゃないですか。ね、人の笑顔を見るとさなんか幸せになるでしょ。うん、ああいう風な仕事してもいいなと思ったの。で、それを見抜いてたのが中村監督ってことなんですね。だから、先後はお前な、ちょっとだにお前の、あの、素顔を見せるの。素顔を見せるの。お前演技しようって言われて。ずっと僕演技してたの。あの顔走ってた顔も演技なわけですね。そうです。だから俺主演男優賞ですよ。ほんとね。本当です。だからね、それがね、やっぱりね、良くなかったし、やっぱ自分じゃないから、疲れるじゃないですか。うん、ね、それがあのロサンゼルスオリンピックですよ。そう、もうちょっとにこやかに、ね、練習もすればよかったのに、なんかいつもなんか頑張っちゃってるんですよね。うん、うん、そう。それでいつも頑張っちゃってね、あの練習中にやばいっていうことが起きたわけですよね。皆さんね、あの頑張ってる人にね、頑張れって言われるのすごい辛いんですよ。だってね、40キロ、50キロね、走るじゃないですか、毎日。大体マネージャー知りますからね。瀬古さん頑張れとか言うと、俺頑張ってんだよ。ね。で、一番最高くらい90キロ走ったことがあるんですよ。ね。ノンストップで。90キロって分かります？
どれぐらいか。箱根駅伝でいうと大手町のスタート地点から、ね、5区渡すでしょ、山登りの途中 の、 あそこ湯本の駅前、そこまで行って、あれ90キロですからね、あれぐらい走るのノンストップで。でも赤さん頑張れ、金メダルって言われて、俺もう頑張ってるのにさ、これ以上頑張らないってね、うん、でも頑張んなきゃいけないでしょ。で、頑張っちゃいすぎたのですね。過ぎちゃったの。それで、なんかね、そう、2週間ぐらい前にね、オリンピックのね、オリンピックの1週間前に、血尿が出ちゃった。で、病院行ったら、もう瀬古さん、休みなさいって言われて。うん、そう、いや、まあ、生まれ変わったら、またマラソンやりました。やるわけないでしょ、もう。矢島さんね、毎日40キロ、50キロ走ってもらう、結構大変だよ。楽じゃないから。でもなんでできたかって言ったら、やっぱり勝ちたいとかね、いい曲出したいとかね、オリンピック行きたいとか思うからね、これ耐えられるんだけど、もう戻って、もう一回やれって言われても嫌だね。これはもう楽しいゴルフがいいよ。カルティベータというのは、耕す人という意味です。文化を表すカルチャーという言葉も、元はこのカルティベート、耕していくという言葉なんですね。ですから、私たちカルティベータは、皆さんの生活を豊かに、実りあるものにしていくための土壌づくりを使命としています。多くのサポーターの皆様に支えられています。サポーターズクラブには、個人用として3種類ご用意があります。さらには、企業の皆様のサポートも大歓迎です。サポーターズクラブにお入りいただきますと、月に一度のスタディートークに無料でご参加いただけます。スポーツ界のみならず、大学の教授や様々な分野からのゲストをお招きしています。ゲストに直接質問できるのがスタディートークの特徴です。当日ご参加いただけなかった方のために見逃し配信もお送りしています。この機会にぜひカルティベータサポーターで検索してみてください。